もしもピューチンがハーゴンと同じだと気がつくことができていたとしたなら、ピラミッドの中にね、街を作っております。次はね、あと一個ぐらいなんか部屋を作ってストーリーを進めていこうかな、みたいな、そんな感じになっておりますね。前回はここに、このね、放物庫っていうのを作ったんですね。今度はですね、ここからちょっと一段高いところに、この高さでね、部屋を作っていこうかなと思うんですね。いくらでも部屋は作れますけど、部屋がね、もう62個作ってしまったので、あとストーリーでね2つぐらい部屋作るんだよね。あ、かっこいい部屋とかわいい部屋、あとね役場も作りたいから、その後にね、そうすると65になって、残り一部屋だけしか今作りたくないって感じですね。畑は部屋にはできないね。あ、でもね、アクア魚展示室の隣にお土産屋さんをね、今は作れないんだけど、作るとすると、ちょっと部屋の数がね、足りなくなっちゃうな。まずは、オッカムルのね、オッカムルの1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 オッカムルのジュエルンがいたところにある船の窓を使いたいわけですよ、今この段階でね。1,2,3、まあ隣の部屋と一緒だからいいんだあとホテルも作らないといけないね。部屋の数がオーバーしちゃうね。
水槽でしょ、展示看板、船の窓。船の窓が一個だけあるはずなんだけどな。これ展示看板はまだ作ってない。展示看板、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 ここに水槽を作る。水槽が、水槽がさ、水槽の中がさ、超えちゃうと壁になっちゃうんだよな。さあ、水槽がさ、2段目のさ、まい、ちょっと一回作ってみようかね。例えばさ、これ1,2,3,4,5ってやって、1,2,3,4,5、水槽の中も部屋になるってないといけないわけですよ。壁で覆っちゃうと、でもここはドアをつけないから、この中は部屋にはならないんだけど、判定がさ、この中は部屋じゃないですよってなっちゃったら、水槽を囲んだことにならなくなるんじゃないかなというね、不安があるんですね。まあ大丈夫だと思いますけどね。監獄島に行くんだよな、赤の開拓地が終わる前にね。かっこいい部屋とかわいい部屋を作った後に監獄島に連れて行かれてしまうんですよ。ウゾーンがその前に帰っていっちゃうんだけどね。だから新しい素材島は
今行けないんだ。監獄島から帰ってきてから商人を呼ぶクエストで、そうか、監獄島の後になんないと素材島には行けないんだな。そこがちょっとつまらないところだ。長すぎている。お腹空いてる。ということでございます。これで魚展示室にはなった。淡水魚、淡水魚、あとは海水なんですね。
シノ君中にいるぞ。シノ君中にいるぞ。シノ君泳げよ。来たね。じゃあもう部屋作りすぎだからね。魚展示室、この隣にお土産屋さんを作るとね、あ、なんだっけな、なんとかかんとかになるんだけど、水族館かな。スライム風船、海のモニュメントが今作れないからね。そしたら青チェックのストーリーをちょっと、こんなものを建てるなんてみんななかなかすごいビューだよね。ルルはちょっぴり劣るけど、ルルにはちょっぴり劣るけど、オイラたちゼレーンとゴルドンサカーを作ったんだぞ。それはそれはすごい立派なんだぞ。へえ、いいな、ルマ見てみたい。オッカムルって島にもいつか行ってみたいわ。いつか遊びに行きましょう。ゴルドンやジュエルンが待ってるわ。ルルは行けないよね。行けんのかな。次はペロちゃんだね。ペロちゃん赤い甲羅を背負っております。アーマンはアーバニー、この人はこの人で、じゃあ話しかけちゃいましょう。あの石板にはピラメッドだけじゃなく、オアシスにもについても刻まれていたわよね。でもね、ふわふわふわ、お困りですかな娘さん。え、急に現れるとこびっくりするね。作れるものがあるなら仲間を呼べばよい。これでね、役場が作れるのかな。役場作れるかな。ちょっと待ってね、ちょっと調べますね。役場はベルがいるのかな。ベル役場、役場ベルがいるね。ベル、ベルは作れないからね。間違えた。ベル作れないよね。金なら作れるかもしんないけどね。これベルじゃないからね。まあちょっと置いてみようか。ベルは作れない。
ベルじゃないからな。住民名簿、看板。看板。看板。住民名簿、看板、机が3つ、机、この隣、ああ、この隣はね、お土産屋さんを作りたいので、こっちにしよう。まだね、役場が作れるとは限らない。1234567891010。机が3つ、あとは看板、ベル、看板、ベルがないからこれを置く。多分作れないと思いますけどね。看板、
ちょっと住民名簿。じゃあね。農民はね、1人ぐらい。1,2,3,4,5,6,7,8。8人いるのか。100%。100%、犬 100% だね。餌を与えてるやつはまだ甘いチゴは作れないかな。じゃあオアシス作っちゃおうかな。ニャントイさん、産んだんですよ。卵も食えた。じゃあ、オアシス作っちゃおうかな。ストーリーちょっと無視してね。畑も作っちゃおうかな。そしたらね、オアシスを作るから、草原団子と、うわ、90、どんぐりがない。とりあえず、草原団子を
どんぐり取ってこよう。あ、でも水も撒きたいね。あ、でもどんぐりが先だな。どんぐりコロコロ、どんぐりコ、あっちだな。うわ、なんかいっぱい入ってる。壊しちゃう。どんぐりだよね。どんぐり。
あ、バカだな。バカなこと言ってんな。ということです。独り言でございます。死んじゃう。すごい落ちたね。もうちょい取りたいね。
腹空いてる。お腹空いてるんですよ。お腹空いちゃってん。これでいいや。どっちだっけ？こっちだっけ？こっちです。畑も作りたいんだよな。水まこ。畑も作ろうかな。こっちの方に畑を作ろう。ここに宝箱があるから、この中に種を、キビはいらないんだよな。とりあえずこの3種類。これはね、緑の開拓地でやってるからね。まあでも余ってんだったらやろうか。とりあえず麦、かぼちゃ、
送り出す。どうしようかな。ピラミッドの中に畑を作っているのも一つの面白みかもしれない。ちょっとこのどうしようかな。ちょっとこの高さで畑を作るか。土。腐葉土はちょっとしかない。泥で作っちゃおうかな。3、4、5、6、7、8、9。ここ壊しちゃおう。支柱立てとこう。ここはウリナスだね。かぼちゃ。
1,2,3,4,5,6,7,8。かぼちゃ、あと稲とキウイも作っとくか。土手を作んないとね。ああ、こっちと、こっちもこうしよう。3、4、5、6、7、8、9、10と。ああ、じゃあ。今水張ると泥水になっちゃうので、土になってから水をまきたいなと思いますね。水まきだ、水まき。
なんかよくわかんねえや。 ということでございます。間違えちゃったよ。ああもう間違えちゃった。
まだ途中なんだけどな。うわぁ、すごいぞ。達成。イエーイ。まだオアシスあるんですよ、こっちに。
くなっちゃった。Thank you.
こも沼なんだThank you.
間違えた。そんなことはないんだ。じゃあちょっと長くやったんで今回はここで終了にしようかな。
じゃあ皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。